どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、ビンさんに来たということは AK5 の、新作のサンプルチェックなんですけど、今回は僕が普通にファンとして作品も買わせていただいているヤビクエンリケユージさんという若手新進気鋭のアーティストさんとの、コラボレーションラインになるんですけど、まあ、こういう今まで作ったロングスリープにプラスしたり、まあ、新たにシャツとかもちょっと作ってたりするんで、それのサンプルをちょっと今日は見たいと思います。ヤビクさんの作品はもう個人的にはもちろんその買うぐらい、購入してコレクションするぐらい好きなんで、めちゃくちゃ楽しみです。じゃあちょっと行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがロングスリーブ、新型の T シャツですね。新型？はい。型はちょっとね、パターンがね、これ見てもらうと分かりづらいけど、こうやって肩がここでこう肩線が止まってて、こっちはセットインだけど、こっちはラグランでもない新しいスリーブの形になって。すげえ。裏から見るとちょっとラグラン風で、はい、前から見ると違う。へえ、面白い。でロングスリーブは変わらずですね、はい、レイヤード、はい、ちょっとまず型を買った。でこれもそうそう、もうネックの定番の前回出したモックネックのセーター、はいはい、で新型のシャツ、はい、超かっこいい。で、はいはい、ヤビクさんのヤビクさんの作品を見せてください。まずはこちらのタイプ。おお、これもだからコラージュアートっすよね。そうですね、これのために作ってくれてるっていうのがやばいっすね、やばい。これちょっと原画見てえな。原画見たいっすね。原画見たいっすね。うわ、まあ、超かっけえ。発売時期にはねここに飾られるとは思う。すごいリッチな印刷ですよね。そうですね。これ何印刷でしたっけ？こっちはね、一応シルクなんですよ。はい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 。で、シルク印刷でこれはやってるんですけど、このタイプとこのニットが同じこのタイプなんです。こっちは油性のシルク印刷で、はい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 、ニットでも剥がれないように作られてるんですよね。ニットのシルクってまああるけど、割と珍しいし。そうですね。結構ニットのシルクってなんかハイブランドしかやんないですよね、うん、まあ、あんまりなんていうか耐久性とか良くないからみんなビビるんですよ。そうなんだ。だけどそれで剥がれないためにこっちのプリントもそうですけど、油性のニット用に一応まあ開発してるようなプリント技法ですることで剥がれないんですよ、うん、だってこれ全然剥がれないですもんね。そうですね、このロゴ全然剥がれてこないから、うん、へえ。あ、じゃあ半端にやるとちょっと耐久性は危ないけど、 それを本気でやってるからちゃんと耐久性もあるよと、うん、ちゃんと同じように作品まんま出てますね、うん、すごい、ありがとうございます、はい、でもう一作品が、まあ、ヤビク君がこだわった4色分解、はい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 、まあ、シュプリームとかもやっていたという、うん、その4色分解法のプリントです。おお、ちょっとこれロング絵をまず見せて。うわ、ね、かっちょいい。やばいですね。やばいね、色のバランスがすごいいいですよ。やっぱいいわ、欲しいわ、原画も欲しいわ。これね、どうしましょうかね、ちょっと悩むね。これいや普通に最初なんか今回のコラボ俺お金いらないから作品くれるぐらいの感じで、うん、なんかもう利益全部作品に払うぐらい言ってたけど、逆に俺が買っちゃっていいのか問題もね。そう、お客さんが欲しい人もいるだろうなって思って、だから1枚は普通にお客さん用にっていう考えてたんですよね、うん、いや本当言うと欲しいですけどね、うん、これ原画見てないですか？俺も見てないですよ。これだけサイズも知らないですよね。知らないです。サイズどんなもんなんですかね。でコラージュっしょ、コラージュだから、でもいつものヤビクさんのコラージュだったらこれぐらいが原寸な感じしません？あ、まあ確かに。
え、欲しいわ。ちょっとどうしよう。販売までに決めないと。ですね、はい、そこの打ち合わせはしとかないと。そうっすね、うん、でも少なくともどっちかは絶対欲しいな。ダメかな僕。でもそれはカッピーさんだったらね、いいんじゃないですか。あるとこれは2人の企画だから、2人の伝説みたいなもんだから、どっちそれ所有してないとなんか変じゃないですか。まあね、こんな感じです。いいっすね、めちゃくちゃかっこいいっすね。このパターンもこれ用にちゃんとオリジナル開発してます。渋い。見ればおおっていうところなんですよね、うん、近づきますね。めちゃくちゃいいっすね、うん、めっちゃいい。めちゃくちゃいいっすね。 T シャツ俺2枚買おう。なんかめっちゃ生地いいっすね。すげえ触り心地も良くないですか、ね、あ、こういうショットだったらなんか柔らかいですね。はい、なんかちょっとこう落ち感となんか素材の高級感みたいなちょっと狙ってるやつなんで。あ、めちゃくちゃいいですね。超バランスいい、うん、このハイブランドのストリートラインですからね。まさにそんな感じですね、うん、ちょうどいいサイズ、よかった、うん、でね、ボタンも非翼にしてるから、うん、なんかこうあんまり余計なものがないくて、すごいミニマルで、余計なんかなおさら生地感と、まあ、シルエットが際立つというか、うん、シャツはこっちのちょっとなんて言うんだろう、セクシーな感じ。シャツはセクシーな感じが出ないですね、うんうんうん、この差し色の中とか、ね、そうですね、このレイヤードロンティーめっちゃいいっすよね、うん、今回は白だけの販売になります。はい、でも爽やかで、うん、とう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 ね、ヤビフ君とコラボができるってすごいですね。やばいっすよね、うん、一流アーティストですからね。いや本当に、あの出会った時はまだ渡部だね、うん、最近の日本のアーティスト売れ方早すぎる、うん、気づいたらもう買えねえ、買えないし。そうっすよね、ウェイティングリストまでできちゃいますから ね、それがここでは販売できそうですからね、一作品は最低でも、うん、それだけでもすごいっすよね。当日俺が並んでるかもしれない。あそこはズルなしで一緒に並ぶとかね。そうそう、ああなるほど。それだったら文句ないかもね。ああなるほど。だからもうそういうことね。他のブランドもまだやってないですよ。逆に本当によく OK してくれました。うん。でもそれはもうでもカッピーさんっていうのが強かったですよね。それが多分矢部君に響いてたってことですよね。いやありがたいですね。うん、もうな、僕が好きで買ってるアーティストさんがどんどん売れちゃって、ギバさんっていうあのダンボールアートのスピーカーを作ってる方がいて、うんうんうん、そのすごいいいなと思って買わせていただいたんですけど、この前あのグッチやってました。結構やっぱハイブランドとの相性がヤビクもそうですもんね、うん、やっぱそうやってそういうところがやっぱ取り上げて相性の良さがあるってことも実証されてるってことですよね。そうですね、うん、ファッションとの相性がいいものを好みがちなのかもしれない。うん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 。下手したら9月に出せるぐらいになるのかもしれないですけど、ただあの今これ言っちゃっていいですか、あの件は。はい。そのコートの件とあるから分けるべきなのか、それを今悩んでるんですよ。そうっすね。別の方がやっぱプロダクションの方向性で言うとそれ別ぐらいの方がインパクトあるのかなと思ったり、そこで一気にそっちも見せて。っていうのもありなのか。新月ね、新月をあのレンタル版を再販しようっていう話を今してたんですけど、まあ、ぶっちゃけた話するとジャンププラスの方がそろそろ終わるんで、ジャンププラスの最終回に合わせて、まあ、でもなんかちょっと言われました、あの再販しないって言ってたじゃんって今言われたから。あ、本当ですか。それは購入者の方たちですか。多分購入者だと思う。別に怒ってはいないと思うんですけど、はいはい、
あ、もう再販しますって何か流したんですか。メンバーシップ内だけで実は言って、はい、そしたらなんかあのちょっとあのあれ再販するんですかみたいな感じで、ちょっとそういうリアクション、あの別に怒ってる人はいないですけど、俺記憶が確かなら再販しないって言ってたと思うみたいな。でもなんか再販する予定はないかもしれないけど、なんかもう言い切ってるっていうのはなんかそんな感じだった気がしたけどな。僕の性格上あの絶対断言はしてないんですよ。多分そんな感じだったな。予定してないって言い方してたと思うんですよ。はい、それは事実なんで、まあ別になんかあの再販しようがあの何しようが別にその物の価値が下がるわけじゃないんで、うん、関係ないかなと思うんですけど、ただなんかあのちょっとまあ確かになと思ったんですけど、あのどっちのタイミングで買ったか分かるようにちょっと仕様を変えてほしいみたいなリクエストがあって、まあ、まあそれはなんか分かるなと思って。あ、ファーストエディションか、セカンドエディションかみたいな考え方で。そうそうそう、まあ、それは確かになと思って、まあ分かんないけどそのタグをちょっと変えるとか、はいはいはい、まあ何かしらちょっ と、まあ、スケジュールがね、スケジュール、まあでもあれか、受注販売だから決まる、ちょっと多分年内お届けとかそういうぐらいになると思うんで、どっちにしろ意外とタイミングが被る可能性がある、ね、可能性は今あって、合わせられるかも、もしかしたらずれて10月にこっちが全体やっぱ今これから最終生産なんで、どうしようかな、こっちは受注じゃないですもんね、それはもう完全限定線全て、はい、どうしようかな。逆に矢部さんの予定は大丈夫なんですか、なんかこの時期避けてみたいなあるんですか、ね、わー、それ聞いてなかったですね、そういえばね、そうしましょう、うん、矢部さんとのコラボアイテム10月頃予定してるんで、楽しみにしてください。じゃあお疲れ様です、ありがとうございます。